ごきげんようゲーム実況者の北です。今日も大好きなですね新信長の野望やっていきたいと思います。今回のテーマはですね、机上の空論ということで、使わない武将を覚醒ですね、突に使わず売却して昇魂交換の方で SSR 武将を獲得した方がですね強くなれるのかということで、ちょっとね見ていきたいと思います。こちらですねコメントの方で見かけまして、ちょっと気になったのでね見ていこうかなと思います。結論としましてはありだと思います。欠点としましては、武将交換の方ではですね、環境トップに位置する首相系武将は交換できないという点があります。例えばですね、武将一覧とあるのですが、信長とかですね、そういうのは交換できないです。二つ目としましては、SR 以下の武将を売却してしまうために、扇の倍率が低くなるという点があります。三つ目の欠点としましては、交換した武将がですね、ガチャから出た時の損害がめちゃくちゃ大きいかなと思います。続きまして強い点です。優秀な先鋒とか参謀ですね。まあ、引きによってはですね、首相を入れられるかなと思います。例えばですね、吉川とか北条とかいますので、そういう武将をですね、入れられる可能性はあります。二つ目としましては、不足している武将の役割ですね。例えば首相であるとか、先鋒であるとか、参謀みたいなところをピンポイントで補強できるという点だと思います。それではね、ちょっと詳しく見ていこうかなと思います。リアリティごとの昇魂入手量ということで、リアリティと昇魂でね、分けてあります。ノーマルの場合が10ポイント、レアの場合が30ポイント、SR が1000ポイント、SSR が6000ポイントとなります。続きまして、凸に必要な武将数ということでね、こちらもちょっと確認していきたいと思います。1凸は1体、2凸も1体ですね。3凸の方から2体になりまして、4凸は2体です。5凸の方からさらに増えまして、3体必要となります。6凸には3体必要となります。合計で12体プラス本体でですね、貫凸になる計算となります。ちなみになのですが、扇レベル5に昇級するためには特定の装備が必要となってきます。まあですが、そこまで行くことはですね、まあ美化金帯ではないかなというふうには思っています。はい。それではですね、実際の例ということで、課金総額としましては約1万円くらいですかね。まあ、ユキタアカウントということで見ていきたいと思います。現在ですね、昇魂交換の方で、SRO ですね、3体交換済みとなります。それではですね、ダブリの武将の数ということで、もし売却するならということで、武将の数見ていきたいと思います。まずは SSR ですね、こちらが4体ダブリとなります。6000ポイント ×4 ということで、24000ポイント売却すればゲットできたことになります。続きまして SR 武将です。こちらはですね、もし売却していれば30体いたという計算になります。プラスですね、3体交換していますので、1000ポイント ×33 ということで3万3000ポイントゲットできた計算になります。続きましてレア見ていきたいと思います。こちらですね、15人武将がいますので、貫凸に必要な12をかけまして180ということになります。ポイント30ですので、全て売却していれば5400ポイントということになります。続きましてノーマルです。武将が4人いまして、貫凸に12体必要ですので48ということですね。まあ、10かけまして480ということになります。こちら合計しますと62880ポイントとなります。現在あるポイントですね。こちら60ポイントをプラスしますと、すべてもし武将ですね、売却していたら65600ポイントあったという計算になります。まあ、実際はですね、すべて売却するということはないと思うのですが、わかりやすくですね、すべて売却したとですね、見なして、ちょっと見ていきたいと思います。それではですね、昇魂交換ということで見ていきたいと思います。SSR がですね、2万4000ポイント、SR がですね、4000ポイントで交換となります。ですので、すべて売却していたとすると、2体交換可能であったということが言えると思います。残りはですね、17600ポイントということで、運が良ければですね、3体交換できた可能性があったかなというところです。それでは続きましてはですね、SSR の武将の数ということで見ていきたいと思います。ゲーム内で入手可能ということで、課金総額6100円ですね、それくらい以上課金した場合ということで見ていこうかなと思います。まずはですね、島津義弘、島津家久が課金のおまけとしてもらえます。続きまして、半金交換ですね。こちらの方で1日1回ですね、かけらの方を交換できます。こちらの方でですね、島津俊久入手できます。続きまして、初心者クエストですね。こちらの方で長底部元地下がもらえます。ログインの方では、お市がもらえます。引き直しガチャですね、国士無双の方では、織田信秀、最上義満、鍋島直重から1体選択してですね、選べるという形になります。もちろんですね、他も選べるんですが、まあ、内政系武将になったりはしますので、こちらの中から1体選択したということでね、お話し続けていきたいと思います。それではですね、ユキタがガチャから入手したものということで、7体トータルですね、ゲットしました。うちダブリが4体ということで、
9体からですね、まあ13体くらい SSR が入手できるかなというとこですね。今回はですね、ダブリの SSR は売却して3体ですね入手したということで話をですね続けていきたいと思います。それでは続きまして、部隊編成考察ということでやっていきたいと思います。兵種としましては鉄砲を想定していきたいと思います。第1部隊はですね、島津義弘、島津家久、島津栃久で部隊編成したいと思います。第2部隊はですね、鍋島直重と大市で組めると思います。第3部隊がですね、長宗我部元親で組めるのかなと思います。第2部隊としまして、交換した武将ですね、もしくはガチャから出た武将をですね、それぞれ配置できるかなと思います。2部隊編成の場合、6体は SR 以下の武将が必要となってきます。ガチャの運が良くて SSR のダブリがなかったとしても、数体は SR を入れる必要性があります。それでは続きまして、中途半端な SR 突武将と SSR 武将の比較ということで見ていこうかなと思います。今回はですね、分かりやすく祝福の値で見ていこうかなと思います。参考にするのは島津義弘隊となります。こちら攻撃が 40.3、 防御の方が 34.4 となります。合計しますと 74.7 の祝福値となります。ではこれをですね、1凸の島津義久と入れ替えてみます。数字としましては、攻撃が 38.9、 防御がですね 34.9 ということで、祝福の合計としましては 37.8 ということで、1ポイントくらい下がったということになります。これがですね、無凸であったとしますと、第1奥義の方のバフが8から4に下がりますので 4% 低下するということで、祝福の総量としましては 69.8 ということで、5ポイントくらい下がったということになります。それでですね、3凸している兵種相性が良くないものですね、まあ、忍者の方と変えてみたいと思います。祝福値としましては、攻撃 36.3、 防御が 24.3 ということで、祝福の総量としましては 60.6 に低下しました。つまりですね、 SSR 武将を交換して第1奥義の祝福が舞台に乗る場合ですね、例えばですね、こういう編成から島津俊久に交換したという場合ですね、祝福の総量的には 14% くらい上昇すると言えます。それではですね、もう一つ例見ていきたいかなと思います。続きましての例としましては、井伊直政隊となります。こちらはですね、お市の方を交換したということで見ていきたいと思います。現在ですね、攻撃の方が 20.5、 防御の方がですね 20.5 となります。総量としましては41となります。こちらはですね、一凸の兵種の方が鉄砲得意である島津義久の方に入れ替えてみたいと思います。祝福の変化としましては、攻撃がですね 18.3、 防御の方が 26.3 ということで、祝福総量としましては 44.6 となります。無凸であったと仮定しましても、防御の方がですね 22.3 となりますので、 40.6 となるのかなと思います。続きまして、無凸で兵種不得意のものと入れ替えた場合です。いつもの国と入れ替えてみたいと思います。攻撃の方が 15.9、 防御の方が 15.9 ということで、祝福の総量としましては 31.8 となりました。ですので、 SSR 武将であっても第一奥義の祝福が舞台に乗らない場合ですね、例えば出雲のお国からお市に変えたような場合ですね、その場合は祝福が乗る凸された SR 武将、例えばですね、島津義久のような場合ですね、そちらと比較した場合にはですね、 SR の武将の方が祝福値的には強くなる可能性があるということが言えると思います。第一奥義の祝福が舞台に乗らないもの同士であれば、ステータスの方が高い SSR の方が祝福値が高いと言えると思います。それではですね、最終結論ということでお話ししていきたいと思います。メインで使う兵士の SR の武将ですね、それはですね、それなりに使えるために売却せず凸して奥義倍率を上げてもいいと思います。祝福効果だけ見れば、奥義で兵種祝福のある SR と祝福がない SSR ですね、同じくらいの祝福値となります。しかしですね、実際は奥義による効果もダメージに影響してきますので、無凸の場合はケースバイケースですね、まあ、武将によると思われます。ある程度凸してくれば、第一奥義で祝福の乗らないものとですね、こう入れ替わってくるかなというところでしょうね。そこら辺はですね、実際に面倒でも野党討伐して比較してみるのがいいのかなと思います。それではね、ちょっと比較してみたものになります。第2部隊のお市をですね、島津義久と入れ替えてみました。お市の場合はですね、重傷者が965、戦死者が144ということになってます。これをですね、島津義久の方に入れ替えてみました。祝福総数としてはこちらの方が多いのですが、第二奥義の方の兼ね合いがありますので、重傷者がですね、1021、戦死者が153ということで、こちらの方が増加してますね。
お市の方がですね、損害が少なかったのは奥義の方のですね、戦国の花で兵力が回復したからだと思います。それぞれですね、228、132ということで兵力回復していますので、ここの要因が大きかったんだと思います。こんな感じでですね、細かいところは実際ですね、野党と戦って比較してみるのがいいのかなと思います。それでは続けていきたいと思います。結論としましては、兵士が合わない武将を売却して奥義でですね、祝福効果のある SSR 武将を交換できるのであれば、かなり効果のある方法であると言えると思います。例えばですね、ユキタウの場合で言いますと、鉄砲をメインで使用しているのですが、鈴木重秀で持っていないんですよね。こちらを交換して第一部隊に入れることで、部隊のですね、全体のダメージがさらに伸びると思います。いや、できれば欲しいですねできるものなら欲しいんですけどね。しかしですね、部隊の強さに占めるレアリティの要素はですね、祝福の値に換算しますと、まあ10数%くらいですかね、くらいの違いとなるため、今遊んでるアカウントをやめてですね、新しく始めるほどの取り返しのつかない要素とまでは言えないと思います。初めから知っていれば、多少ですね、効率よく強くなれたかなという程度の方法であるというふうに思います。はい、ということで、おまけということでね、お話ししていきたいと思います。貯めて SSR の武将を交換した後にはですね、ガチャでその武将がですね、稀によく出てきます。まあですね、いい例がユキターの場合ということでありますので、見ていきたいと思いますよ。見てくださいよ、超細く阿部、島津義久、鍋島直しげ、お市というふうにね、とつれていますよ。恐ろしいですね。もっていない SSR 武将の方が多いはずなんですが、これ全部ね、ゲットした後にガチャから被ったものになります。ものの見事にゲーム内でもらったものですね。ですので、売却してですね、一生懸命貯めて交換した武将がですね、ガチャから出た時の損害はとても大きいと思いますよ。ゆきた言いましたよ、ガチャから出ても知りませんよちなみにですね、昇魂で交換した武将なのですが、ユキタンの場合は内政系の武将となります。3体ほど交換したのですが、北条玄庵と毛利高元と徳姫となります。こちらですね、委任効率上げるために交換したわけではなく、最終効率をね、上げるために交換しました。最終効率における政治の値って大きくなく、レベル50であっても 1% 程度しか上昇しないものになります。ですが、まあ、天使の施設とかが建設に大量の資源が必要となるためにですね、まあ、少しでも上がればいいかなというニュアンスで政治の方を交換しました。はい、ということで、今回はですね、机上の空論ということで、使わない武将を覚醒、突に使わず売却して昇魂交換で SSR 武将を交換した方が強くなれるのかということでお話してみました。どうもご視聴ありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。いつもですね、フォローとかにありがとうございます。活動の励みとなっています。今後もですね、新信長の野望を投稿していきますので、チャンネル登録とかですね、高評価よろしくお願いします。